でこれは一番ちょっと自家採集が長い品種になりますかね。震災後新潟の方で研修をして、研修先の、はい、こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。岩手県盛岡市田村市農場の田村です。はい、 いよいよ8月に入りまして、もう4日も経ちますね。そんなこんなでですね、稲の方も出水が始まってきました。今日は、うちの市農場ですと2品種ツイートやってますけども、幅500万石の取水の模様をご覧いただけたらなと思います。では今日もどうぞよろしくお願いします。こちらの田んぼなんですが、去年ですね、大豆をやってた田んぼになります。で、一昨年まではすごく不作で、こういう草がね、すごく多かった。負けてし、稲が負けてしまったんですが、今年はね、すごく多くの方がね、方というか稲がね、順調に生育してくれてね、ここのタームに関しては収量確保できそうだな、目標の収量確保できそうだなと思います。はい。ではちょっと方を見てみましょうね。こんな感じで。岩手亀のよりは、ちょっと、方が少ない。100粒いくかいかないかぐらいですね。もう一方やってる岩手亀のイチゴは、230粒ぐらい、一つの方につくんですけども、500万石に関しては、80とか、そんぐらいの方が、つくような特徴があります。はい。これは一番ちょっと自家採集が長い品種になりますかね。震災後、新潟の方で研修をして、研修先の自然栽培の農家さんが苗作ってらっしゃって、で、その苗を10本いただきまして、その10本をですね、ビニール袋に入れて、新潟の大和運輸さんに発送して、僕は高速で盛岡に帰って、翌日に受け取って、で、実家の田んぼ借りて、ちょっとね、ちっちゃくですけど、一本ずつ植えたとこから始めた、品種になってます。とても大事な品種です。はい。まずはね、稲刈りまでにしっかりね、何事もなく、しっかり穂がついて、充実した穂がついて、来年の種もみも確保でき、しっかりと、ね、お米を納めさせていただいて、で、令和5年度、どうしていくのかっていうのも、いろいろ考えていかなきゃなと思ってます。はい。まずは、風呂上がりにこう痛めた首をね、今日、病院に行って治してこようと思います。はい。というわけで、以上となります。いつもご視聴ありがとうございます。